今日は長野県小諸市にある光庭の瞑想リトリートのための小諸教室に来ています。その近くには小諸城の跡、懐古園、これがあります。その中には懐古神社というのがあって、今ここに説明が書いてある懐古神社ですね。主にここは天満宮、ね、天神様、これ雷の神様なんですが、しかしその後菅原の道真公がですね、この天神様天満宮で、祀られるようになったという経緯があります。この天満宮といえば九州太宰府天満宮、京都北の天満宮などが特に有名ですが、この小諸城の近くにも小諸城跡にも懐古園、懐古神社としてですね、天満宮、これがあるということです。歴史と言いますと、まず最初にですね、例えばその京都の北の天満宮などには雷の神様、これが祀られていました。その後菅原の道真という非常に学問に優れた貴族の方がですね、後に雷の神様にしてと見なされるようになって合わせ祀られたというそういう経緯があります。今はこの菅原道真公、ないしは天神様、天満宮といえば学問の神様として非常に有名で、合格祈願のために参拝される方が非常に多いということですね。しかし菅原道真公、最初からその学問の神様、福徳の神様、天満の神様ではありませんでした。実は道真公は不幸にも左遷されまして、当時の権力者藤原氏の、まあ、意図、悪意によってと言われています。道真公が非常に優れた、ね、まあ、政治家だったので、それを退けられたと言わせられます。時の左大臣だったと言われますが、先ほど出てきた九州の太宰府の方に左遷されて朝廷から遠ざけられて、そこで非業の死を遂げたということがありました。しかしその後にですね、京都の朝廷の方にですね、不幸が連続します。疫病が流行ったりですね、雷に打たれて藤原、権力を握った藤原四兄弟がみんな死んでしまうとか、そういうことが起こりました。これは道真公のたたりだろうということで、日本の、まあ、古くからの習慣なんですが、たたる神がいたらこの逆にそれを祀って許しを請うということですね。菅原道真公をその雷の神様ということで、北の天満宮を始めて雷の神様と一緒に祀りました。そこで、道真公が雷の神様として祀られていくことになります。そして時が経ちまして、だん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 そういった恐ろしいたたる神様としての道真公というのはイメージが薄れていって、そもそもの学問に優れた人物を踏まえた、その学問の神様、福徳の神様、天満の神様というですね、幸福全般を司るような神様として、最近天神様、それ天満宮ということで各地で祀られるようになったという経緯があり、まあ、ここ小諸城の跡地の懐古神社にも天満宮として道真公を祀られているということであります。本日は天神様、天満宮、菅原の道真公の、まあ、信仰や歴史や文化ですね、それを小諸の懐古院の懐古神社の天満宮、これを一つのきっかけとしてお話しすることにしました。これが懐古神社入り口ですね。ここに石碑が立っています。実はこれが本丸跡と書いてありますから、昔は小諸城の本丸の跡だったと、今は懐古神社、これが立っているところですね。こちらにあります、小諸城跡という石碑が立っています。ここで下馬、馬を降りなさいということですが、今はこうやって懐古神社の鳥居があって本殿が建てられます。あそこですね、本殿の左側ですね、ここが本殿ということになります。でこちらの方にちょっと展示というか様子があって、懐古神社御祭神藩主牧野子ですね、歴代の霊、この小諸神社の前のその
小諸藩の小諸城の城主ですね、藩主、これが松平、次に菅原道真公が松平、あともう一つは、まあ、神道の神様、これが松平というのがこの開古神社の御祭神ということになっています。でこれで鯉の描かれている池もあり、神社でね、小諸城の跡地、本丸跡地に建っているということでありました。どうもありがとうございました。